発集学園大学は、神奈川県横浜市西区桜木町7丁目42番地に、本部を置く日本の私立大学である。2004年に設置された、大学の略称は特になし。2004年に開学、日本初のインターネット大学と称している、大学通信教育の家庭のみを置く。面接授業の他メディアを利用して行う、授業の科目を多く開講しており、 いわゆる e-learning となるメディアを利用して行う授業と印刷教材等による授業のみで面接授業を受けることなく卒業要件を満たす単位の習得が可能である。発修学園大学では面接授業、メディアを利用して行う授業の2種を合わせてスクーリング授業と称している通り、スクーリング授業の科目はどちらでも受講できる。2018年9月末日時点で、 718名の卒業生と2000名以上の資格取得者を排出している。法人名、公名について、発集とは、古事記や日本初期に出てくる日本を指す。古い言い方で、日本が8つの島からできていたことに由来する。としている、教育の原点は家庭であることに基づいた、家庭教育、学校教育、社会教育の融合を図り、 もって、生涯学習社会を実現すると同時に、すべての人が高等教育の機会を得られることに、貢献するとしている。生涯学習学部、生涯学習学科一学部一、学科の短科大学である。生涯学習と、その支援についての研究を行い、その成果を活かした教育を通して、生涯学習社会の実現に貢献し得る、課題発見、解決能力、 実践力を培い、その基盤となる豊かな人間性の育成を目標としている。年間約200科目を開講し、基礎科目、専門科目に振り分けられた科目の中から好きな科目を履修できる。中でも専門科目は、生涯学習支援系、生涯マネジメント系、人間力創造系の3系統に分類し、関心のある系統の科目を深めることが可能。 全国にいる学生のサポートとなるため、サポート体制は電話、メールが主となるが、来校でのサポートも行う。生涯学習社会の実現を目指して、多数の講座解説と社会連携の推進を行う。インターネットを通じて、誰でも気軽に受講が可能。約90席の学習用の机、椅子のほか、ソファーなどくつろげるスペースを用意。一般開放もしており、 受付時間内であれば誰でも利用することができる。地域貢献の一環として教室を貸し会議室としての提供を行っている。日本の大学は学校教育法によって文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関から定期的に認証評価を受けることが義務付けられている。平成29年度に文部科学大臣認定の認証評価機関である。 公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受け、同機関が定める大学評価基準を満たしているという認定を受けた。ありがとうございます。